アシモル動物グーイタン第21曜よりモノケロスとクマ、1210年頃イングランドピーターバラボドリーアント書館像オックスフォード動物グーイタンは12から13世紀のイングランドやフランスを中心にヨーロッパで広く留フしていた動物グイ州の総称である様々な動物、鳥、魚、植物 鉱物の特徴や習性とキリスト教的教訓とを結びつけ、そこに偶意や風刺を込めた内容となっている。そこに出てくるのは、実存の生き物だけではなく、ドラゴン、ユニコーン、バシリスク、マンティコラ、セイレーン、ヒッポカンポスなどの怪物も含まれる。図版を豊富に含んでおり、キリスト教徒の道徳的教家、布教に大きな役割を果たした。 内容の原点は、2世紀頃アレクサンドリアで、ギリシア語で出版された、フィシオロゴス、プリニウスの、博物詩、アリストテレスの、動物詩にまで遡るとされている。地上の楽園、旧世紀、増月、カルードと諸女とユニコーン。諸女はユニコーンを誘惑して捕らえるためのおとりである。ロチェスター動物グーイタン、第10裏より、ユニコーン、1230年頃、イングランド。 ダイエト書館像、ロンドン。ブルネットラティーに知識の宝庫1266年。a b c d アやアフリカに生息するドルカスガゼルだと言われる。a b c d e f 子を持つヘビ、または虫のヘビの怪物。ワニの腹を食い破る。ABCDE コブラに似た音楽鏡の小型のドラゴン。音楽が聞こえると、片方の耳を地面に押し当て、もう一方の耳には、 自らの尾を突っ込んで音楽が聞こえないようにするという、ABCDEF 翼を持つ巨大な海の怪物。魚の尾コウモリ、または鳥の翼、ライオンの頭を持つ、ABCD 野生のロバ。エビギリシア神話、ローマ神話に登場する巨大なクジラのような姿をした、怪物。ポセイドンがエチオピアのオーケーペウスの国を荒廃させ、女王カシオペアの娘。 アンドロメダを殺すために使わしたと言われる。クジラ座として、星座となった。ABCDEF 病人の生死を見抜く、幻鳥。ABCD インドの木の一つで、鳩を引き寄せ、ドラゴンを嫌がらせる。一軸家のバニアンジュだと言われている。本来は、時の項目かもしれないが、フィリップの原文には、この鳥は、コウノトリシグニーと呼ばれていると書かれている。また、 不肉植生との記述もあることから、ハゲコウではないかと推察できる。赤いジャスパー、サファーヤト聖書で触れられる十二の宝石。人型の植物で地面から引き抜かれると、すさまい、AB クジラ、または大気に似た海の怪物。神話の鳥。ヨーロッパの旅行者や漁師の間で語り継がれた海の生物。船の船体に吸着し、船を動けなくするという。 ウサギに似た体、リスに似た音足、イタチに似た耳、モグラに似た花、豚に似た毛、イノシシに似た歯を持つ動物、クジャクの首、ワシのくちばし、白鳥の足、ツルの体を持つ伝説の鳥、ありがとうございます。